こんにちはなのだ。あ、小雪だ。こんにちは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 。あら、みんなその格好をどうしたのだ。とっても可愛いのだね。今日はハロウィンだから仮装してるんだよ。ハロウィンって何なのだ。仮装してトリックオアトリートって言えば、大人たちからお菓子をもらえる行事のことだよ。ほぉ。小雪、トリックオアトリート、お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ。ちょちょ。子供たちは元気なのだ。まったく。小雪がさっき買ってきたリンゴを一つだけあげるのだ。これをみんなで分けてくれなのだよ。小雪、ありがとう。いただきます。しょぼーん。はあ、あ、キョウスケ様。ドーン。今日は何の日でしょうなのだ。大学で講義がある日。あらあら、もしかしてキョウスケ様知らないのだ。小雪が教えてあげましょうか。グフフ。知ろ。なんかムカつくから別にいい。今日はハロ、トリ、あ、あれ、子供たちは何て言ってたのだっけ。俺今急いでるから、帰ってきてから相手してやるよ。ちょちょ、お菓子、お菓子くれなのだ。小雪はお菓子が食べたいのだ。あ、可愛い子発見。ん、ああ、なるほど、今日はハロウィンか。わいはメロリンカフェでオーナーしてる地雷オーナーって言います。バイトの子が急に飛んじゃって、ビエンでバオンで読み機到来、わい息してるって感じだったんだけど、超絶美少女発見して息吹き返しました。ってことで、お姉さんお菓子たくさんあげるから、今日だけお店手伝ってくんない。どう、いいのだよ。やったー。ありがとうございます。トリックオアトリートなのだ。お菓子じゃなかった、注文してくれないといたずらしちゃうのだよ。君元気で可愛いね。飲み物追加お願いします。俺も俺も。やっぱりあの子雇って正解だったわ。トリックオアトリートなのだ。いらっしゃい。見た目は幼女、中身は成人。合法ロリが接客してくれるんはこの店だけやで。お客さんついてはりますな。何名様ですか。1名。ひい、こいつなんかめっちゃ怒ってんねんけど、もしかしてロリはお好きやない。そんなやつおるんか。うっそやろお前。京介くんじゃん、いらっしゃい。トリックオアトリートなのだ。オーナーさん、カフェラテ2つ注文が入ったのだよ。オッケー。あんた注文何にする。そんなことより、なぜ小雪がここで働いている、説明しろ。え、小雪ちゃんから聞いてないの。だからお前に聞いてんだよ。私たちアルバイトは、あそこにいるこの店のオーナーに今日だけお店を手伝ってくれって道端でお願いされたのよ。小雪ちゃんもその中の一人。京介様、いらっしゃいませなのだ。いらっしゃいませ。ウフフじゃねえ、勝手に何やってんだお前は。痛い。かわ、変な仮装までして楽しそうだな。おい、いやー、どっちゃ嫌なのだ。目の前でイチャコラするのやめてもらってもいいですか。はあ、帰るぞ。小雪帰らないのだ。オーナーさん、小雪がお店を手伝ってあげないと闇気到来して息ができなくなるそうなのだ。なんかよくわからないのだけど、かわいそうなのだよ。だから続けさせてくれなのだ。
仕方ねえな、わかったよ。やったー。はい、ご注文のカプチーノです。なんでお前が運んでくんだよ。文句は受け付けておりません。何してん、お前今脇の下チョンって触ったやろ。絶対に許さへんで。もう言い当てられへん。お前の頭スコーンと割ってストローで脳みそチューチュー吸うだろか。トリックオアトリートなのだ。うひょう、かわいい小悪魔たんでちゅね。おじちゃんの家お菓子たくさんあるから後で来ないかい。どう？お菓子？京介様におじちゃん家行ってもいいか聞いてみるのだ。京介様？ダメに決まってんだろ。そんな。こら、小悪魔たんにお触り禁止でちゅぞ。あ、こいつは俺のもんだからいつ触ってもいいんだよ。ちょっとちょっと、あなたたち、ワイの店の大事なスタッフに何してるの？迷惑行為禁止。あ、オーナーさん。あら、一部の層に受けが良さそうなインテリ系男子発見。そこのメガネ君は小雪の知り合い？京介様は小雪の大事な人なのだよ。つまり彼氏ね。ちょうど女性客増やしたいと思ってたところだったのよ。お兄さんもよかったらお店手伝わない？いや、俺は結構。やったー！京介様とお仕事、わーいわーいなのだ。ふぅ。オーナー、午後も頑張ろな。あなたが朝い？ご注文はお決まりでしょうか。メニュー表の端から端まで全部お願いします。タネコも。かしこまりました。こっちも追加で注文いいですか。次こっちお願いします。お兄さんはいくらですか。ぶっ、まあまあ、もうごなに。なんだか小雪、帰りたくなってしまったのだ。帰ろうなのだ。さっきまで一緒に仕事できるって喜んでたくせに、何言ってんだか。俺は、一度引き受けたからには最後までやりきる。邪魔すんな。うん、早く自分の持ち場に帰れ。しょー、むー、いらっしゃいませなのだ。つーん。まだこれつけてんのか。ブンブン。はあ、たく、いつまで機嫌悪いんだよ。京介様は人気があって嬉しそうだったのだ。ピシャーン。は、もらったお菓子もなくなってしまったし、小雪の機嫌は一生治らないかもしれないのだ。ブンブン。うん、お菓子が食べたい。トリックオアトリートなのだ。はあ、あ、これ小雪にくれるのだ。ああ、まあ、おいしいのだ。もうもうむしゃむしゃ。トリックオアトリート。え、まさか自分だけもらって俺の分は用意してないってことはねえよな。にゃははは。そんなにお菓子食べたかったのだ。あ、明日買ってくるのだよ。明日はもうハロウィンじゃねえだろ。お菓子がないならいたずらしねえとな。どんないたずらする気なのだ。されたくないか。当たり前なのだ。じゃあ、お菓子の代わりに他のものをもらおうかな。何が欲しいのだ。お前、小雪はもう京介様のものなのだよ。パパ、何してるの？早く鍵開けてちょうだい。そこに何かあるの？隠されると見たくなっちゃうわね。あらあら、まあまあ。ドン。ハッピーハロウィン。うん、ひひひ。お盛んですこと。ん？京介様、出てこなくなってしまったのだ。お腹が空いたら出てくるわよ。
それよりお菓子たくさん買ってきたからハロウィンパーティーしましょう。どう？ハロウィンってとっても楽しい日なのだね。